ヒロロは日本の女性二人組音楽グループ。所属事務所はビクターミュージックアーツ。所属レコード会社は JVC ケンウッドビクターエンタテインメント。共に沖縄県中上郡読谷村出身。1995年結成。沖縄県立読谷高等学校の同級生であり、高校時代放課後の音楽室で玉木が オリジナル曲をアカペラで歌っていたところに、近所が伴奏をつけて遊んでいたのが結成のきっかけ。キロロという名の由来は、玉木が小学生の頃、地域交流で北海道池田町に行った際、なんとなく耳に残ったアイヌ語のキロル、キロロアンという言葉を参考に、意味や響きに惹かれグループ名をキロロに決定する。その後、玉木が長崎ウスレアン短期大学、 金城が医療事務の専門学校に進学し、在学中の1996年にインディーズデビュー。沖縄限定で発売されたインディーズデビュー曲、長い間は地元沖縄のローカル CM にも使われ、県内で1万枚を売り上げる。楽曲制作を手掛けているのは主にボーカルの玉木である。玉木は作詞、作曲の才能はあるものの、ピアノはあまり弾けず、各音符も、 暗号のような状態である。それを、ピアノが弾ける金城が、玉木の暗号を解読するような形で活動を始めた。ただし活動が進むにつれ、金城の作詞、作曲のものや玉木が作詞、金城が作曲というものも登場するようになった。1998年1月21日にシングル、長い間でメジャーデビュー。 1998年1999年2001年には NHK 紅白歌合戦に出場した。2004年10月からコミュニティ FM ラジオ放送に向けたレギュラー番組ホットポットキロロをスタートさせた。2005年1月17日に公式サイト上で玉城が沖縄県出身の男性との婚約を発表、同年4月17日に結婚。さらに、 同年5月24日には、金城がレストランプロデューサーの男性と結婚。二人ともに子沢さんであることでも知られ、金城が2005年11月に長女を出産したのを、皮切りに、2006年2月には玉城も長男を出産。さらには2007年3月に、玉城がウェブページ上にて、第二子を妊娠したことを報告。同年9月に長女を出産。2008年8月。 今度は、金城が、ウェブページ上にて、第二子を妊娠したことを報告。2009年3月に長男を出産。この金城の第二子出産と時を、同じくして、玉木が、ウェブページ上にて、第三子を妊娠したことを報告。2009年9月に次女を出産。2010年10月には、金城が、ウェブページ上にて、第三子を妊娠したことを報告。 2011年3月に次男を出産。互いに出産を繰り返し、音楽活動も定期的に休止する。このスタイルは収入にあまり困っておらず、ハードな仕事を避けたい二人の考えとの向きもある。2011年8月7日、玉木が浜離ア朝日ホールで初のソロコンサートを行う。2011年10月19日に玉木のソロデビューシングル、神様を 同11月23日にファーストアルバム、ブランニューデイズをリリース。2013年4月26日、金城がウェブページ上にて離婚を発表。2015年、HY の中曽根泉と合同の新ユニット、サンゴを結成。デビュー作、命のリレーは、NHK 沖縄放送局の終戦70年キャンペーンのテーマソングとなったデビュー20周年の2018年。 1>, 1月24日に13年ぶりとなる7枚目のオリジナルアルバムアイハベルを発売。5月から5年を回るツアーを行い、本格再始動。この際、レコード会社自体はビクターのままながら、同社の内部レーベルカラフルレコーズへ移籍。2019年5月5日から FM 沖縄で、近所のレギュラー番組キロロは矢野のままでいいよ。がスタート。 2020年10月17日より、東京 FM を起点とする JFNK38 局ネットで、近所のレギュラー番組、キロロアヤノの未来への手紙サポーテッドバイ P&G が放送中。インディーズメジャーデビュー以降、オリジナルアルバムミニアルバムベストアルバム玉吉春に、関するカテゴリー。ありがとうございます。